今日は本当にね、気持ちのいい青空が広がっていますね。皆さんからいただいた人間アメダスも各地真っ青な青空となっています。新緑が綺麗ですね。青葉八幡の茶太郎さん、素敵な常禅寺通りの写真を送ってくださいました。今日はこの後も新緑がよく映える青空が続きまして、日中は気温が上昇、最高気温は沿岸では海風の影響で22度前後、過ごしやすいくらいですけれども、南部の内陸では暖かな空気が流れ込んで25度以上まで上がって夏日となるところもありそうです。暑くなりますので、ゴールデンウィークを前に体調を崩すことのないようにお気をつけください。